下川チャンネル。はい、こんにちは、下川チャンネルの川です。ということで本日はこちら、リエマくじ税別2000円、一口1枚をは2枚入りというね、超シンプルなリエマ2000円くじをかける5個で1枚分購入してまいりました。ということで当たり一覧はこちら、ユセジアスのプロモだったり、画用紙キラジュスサッパークの黒しく、ニコルボーラスの UGC、 バゴンパンツァー、大銀河、メガマグマドラゴン、バトクロスバトルのプロモなどが当たるそうです。ということで本日はこちらを開封していこうと思います。いや、まあ開封する前にね、このスリーブの差ですよ。ワンチャンこっちのスリーブ広告制限かかるんじゃないかと思うぐらいね、ドエロいですけど。でこちらはね、ちょっともう不吉なハズレポンの助みたいなねスリーブですけど、こちらを開封していこうと思います。では1パック目、2000円ね、高い。こちら1枚だけですね。ということで1パック目はこちら、おー、ジャバランガ。2000円でジャバランガちょっと厳しいですかね。ジャバランガループがね、もっと流行って、ぜひともカード、報道させてください。ということで、次はね、かわいこちゃんのスリーブ行きましょう。こちらも、多分1枚入りかな。あ、1枚入りですね。また、ペラペラですからね。ということで、4000円分、2パック目は、こちら。おー、GWD。ちょっと2000円じゃ厳しいですね。まあ、結構ね、バスターのデッキに入ってくる、いいカードなんですけど、2000円はさすがに厳しい。こちらをね、もっと、皆さん、流行らせてね、高騰させちゃってください。ということで3パック目、6000円分いきましょう。こちらもまたもや1枚入り、2枚入りなんてあるのか、お願いします。おー、 GWD の次は宿ですね。ほー、まあ宿とはいえどもそこまで相場はね変わらないですから、 GWD 仕方ない。ということで続いて、かわいこちゃん、かわいこちゃんお願いしますよ。かわいこちゃんさっき GWD だったんでね、次はねぜひとも当たり一覧からお願いします。おマジか、かわいこちゃんは GWD しか出ないのかな。大好きですね、GWD。まさかの3枚目。まさかこの2000オリパで4枚揃っちゃうか。まあ、それはそれでありがたい。続いて、じゃあ1万円目。続いて、5パック目ラスト。ぜひとも当たり一覧からそろそろお願いします。おー、ジャバランガの次は祝。はい、ということで、トレカの洞窟、カードワールド秋葉店さんのリエマ2000円くじを1万円分開封した結果、こちらとなりました。1枚入りだったんでね、1万円分、ほんとすぐ終わっちゃいましたね。しかも中身が2パターンしかなかったというね、GWD とジャバランガのみという、びっくりですね、ある意味。ある意味奇跡的な引きだったかもしれないですね。まあ、ハズレがね、すべてこの2パターンの可能性もありますけど、まあ、どちらもね、全然いいカードでね、使えるカードですので、まあ、ありがたいんですけど、1枚2000円は厳しい。爆死ですね。はい。まあ、とは言ってもね、めちゃくちゃな爆死というほどではなかったので、まあ、納得のいく内容でしたね。ということでね、東京で買ったオリパーまだまだありますので、ぜひともそちらでね、リベンジをしたいなと思っております。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録&高評価、ぜひよろしくお願いいたします。以上、下川チャンネルでした。またね。